スターリング・ブラウンはアメリカ合衆国、イリノイ州、メイウッド出身のバスケットボール選手。NBA のナラス・マーベリックスに所属している。ポジションはシューティングガード。イリノイ州の地元の高校時代はジャバリ・パーカーとライバルとして渡り歩く。大学進学の際にテネシー大学、 マイアミ大学、ゼイビア大学などから誘いを受け、最終的に当時ラリー・ブラウンが HCE を務めていた南メソジスト大学に進学。4年間在学し、2015から16シーズンは AAC にセカンドチームに選出されるなど、4年間同大学の主力として活躍。2017年の NBA ドラフトでは、フィラデルフィアセブンティー・シクサーズから46位で指名され、 7月6日に金銭トレードで交渉権がミルウォーキーバックスに移動。翌7日にバックスと3年契約を結んだ。2017年1月26日、ウィスコンシン州ミルウォーキー市内で駐車違反を犯し、警察に拘束された。拘束時のボディカメラによる映像は後日公開されている。2020年11月26日、ヒューストンドケッツと契約した。 オンエイプリル18-2021ブラウンサファードシリアスフェイシャルインジャリースデューリングエファイトアウトサイドオブエマイアミナイトクラブ2021年8月10日ダラスマーベリックスと契約したレギュラーシーズンプレイオフレギュラーシーズンアニは元 NBA 選手のシャノン・ブラウンでシャノンも現役時代にラリー・ブラウンの下でプレーした経験を持つありがとうございます